はい、こんにちは。これはね、マクドナルドのパネルパンですね、マクドナルドのパネルパンでございまして、これあのリサイクルショップで買ったんですが、驚くべき値段でございましてよ。本当にリサイクルショップは何にも知らないってのは改めてつくづく思うんですが、780円です。ありえないですよ。ありえないですからね。これ65番でこれシール、しかもこれ新車シールが貼ってありますから、えって言うんだ。それが780円はありえないですよ。当時ね、新車でね、多分ここに買った時のお店のシールがあったと思うんだけど、多分これ知ってるお店なんですよ。でそこからね、買って、多分ここにアスモって書いてあるんでしょうね。アスモっていうねお店があったんですよ。まあ、そこからね、まあ今トイボックスって、ね、そのお店のトイボックスって店なくなっちゃったんだけど、それがあった時に多分買ってきたんでしょうね。ずいぶんということは、もうこのトミカがいかにもずいぶん古いかってことなんだけど、もう20年以上前かな。でもよく箱が残ってたなと思うんだけど、箱が残っててね、で780円、なんでこんな安く売ってんだと思ってびっくりしたんだけど、まあこれ今人気がありましてね、すごい人気です。その前にちょっと説明いきますけども、これはね、ナンバー7の、まあ、三菱スーパーグレードだったんですけど、まあ、それをベースとしたマクドナルドのパネルパン使用車なんですね。でいずれもドラッグホイラー付き 6×2FO 車をベースとしていると。で、INONAT というちょっと分かんないんですけど、まあ、呼ばれるセミオートマチックを採用しているのも、まあ、話題となったというね、車でございます。まあオートマですね。それが初めて、このザ・グレードでね、スーパーグレードでついたということでございまして、今までトラックにはね、マニュアルがほとんどでしたので、オートマっていうのがなかなかなかったんだけど、まあそれはスーパーグレードの、青いスーパーグレードの部分を説明しましたけども、これでマニュアルが、マニュアルじゃなくて、オートマでも乗れますよっていう時代になりましたね。で、これ今値段がすごい高いんですよ、これ。オークションなんかで調べましてもですね、7000円ぐらいかな、すごい高いのよ。5000円から7000円ぐらいで、下手したら1万円ぐらい近くなるんじゃないかってぐらい、すごい高い。で、今これないんです。それぐらいやっぱり今これ貴重なんですね。それが780円っていうのはかなりラッキーな話だったんですけど、なかなかないんですよ。で、しかもこの新車シールがついてるやつで5000円とか7000円ですから、まあ新車シールがない状態でも、そうですね、3000円とか、2000円とか3000円ぐらいはするんじゃないかな、箱付きだったとしてもね。まあこれ新車シールが付いてますから、もう本来だったら7000円ぐらいしてもおかしくないというね、ものでございます。で、これはこのね、マクドナルド、昔こういうキャラクターがいたんですよ。でマックのね、あつで、あはははみたいな、ピエロの姉ちゃんいないんだけど、このね、マックのね、これが、いましてね。で、昔この三兄弟みたいなのがいて、ハンバーガーとポテトとこの飲み物のやつね。で、この人たちがいて、で、これで、マックはね、そういうキャラクターが昔、もう一人なんかいたんですよ。なんかもう一人なんか、ドナルドの妹みたいな、なんかそんな感じのやつがいたんだけど、それがいなくなっちゃったね。あとはなんかもう一人なんかスペイン人みたいな、なんかそんな格好した人がいたんだよね。スペインの人みたいな格好した人がいて、その人が昔いたんだけど、今ね、なんかカウボーイみたいな、なんかそんな感じのような人がいたんだけど、いない。で、これ今なんでこれ人気がこんな高いかって言ったら、今見ないキャラクターだからね、ご存知の。今見ないキャラクターが、この頃はまだいたから、それがあって今すごく、人気があるんじゃないかな。それがかえって貴重になってて、でこんだけね、箱も綺麗なあれば、中身もこんだけ綺麗だと、もうなかなかね、見かけないかなと思います。でこれは、もうこの時はもうすでに中国製なんだけど、まあ、それで もう新車シールがついてて7000円ぐらいだから、下手したら10万円ぐらいになっててももうおかしくないというものになりますかね。まあ信じられないですよね。もう当時だって買えば400円ぐらいかな。まあそれぐらいで買えたものが7000円ぐらいになっちゃうんだからね。
日本車ぐらいで買えたものが7000円なんだってどんだけ高くなっちゃうんだってね。まあだからやっぱりトミカの中でもね、ズバ抜けて高いやつはズバ抜けて高くなっちゃうんですよ。ですからもうね、新車のうちに買うってことがいかに大事かってことですよ。だそれってそれ逃しちゃうとね、それ逃しちゃうと途端に数がなくなっちゃうから、で2年後経って3年後経って見てみたら、あれみたいな、すごい値段になっちゃってね、びっくりするところがありますから、まあこういうのは手に入れてください。ただ時たまね、時たまですよ、リサイクルショップとか行きますと何にも知らないからこんなありえない値段で売ってることがたまにあるんですよ。だたまにそういうところがリサイクルショップってあるから、まあ某リサイクルショップいろいろあると思うんですが、まあそういうところに行って、まあ買ってみる、まあ探してみると、そうすると掘り出し物がたまにですけどあるんですね。まあもっと今そういうリサイクルショップでも今ガラスケースなんかでね、こう売られたりなんかしてるから、それもやっぱり値段的に、まあそのね、棚に陳列されてるものもあるけど、それもやっぱり値段が高くなってきちゃったけどね。それもやっぱりその最近そういうお店がね、ネット販売なんかで高く理解されてるっていうのを知ってきたんでしょうね。でそれでそういうところも値段が高くなっているのは確かに事実なんだけど、ただたまに行くとえっていうぐらい驚くべき安い値段で売ってることがあります。ですからそれを逃がさずに、買ってみるということですね。ただそれがいつ出てくるのかがまあわからないっていうところがありますけども、まあね、何日に行くとかとこう決めてで行ってみると掘り出し物がたまに出てくる場合だということですね。まあお店側にしたらね、損か、お店側にしたら損だろうけど、でも顔側にとってみればね、こんないい話ないですからね。まあだからまあね、そういうことにならないためにも、やはりこうちゃんと値段を調べて、そしてそういう管理が分かる人が売り買いするっていうのがね、一番いいんじゃないかな。それがある意味、まあコレクターの人にとっても良いし、トミカ遊ぶ人にとっても良いし、売る側にとっても買う側にとってもいいことなんではないかなと思いますけどね。というわけでどうもありがとうございました。